どうも、エンビです。前回、福島県を滅ぼしたところから、福島を滅ぼしてってところで終わって、それが30分も経ったってね。めっちゃ時間かかったね。で、今回はどうしようかな。とりあえず、そう、親善出しとったけど、なんぼになったんだ。外交。あれ、どうやって見るんだったっけ？同盟できるかどうかみたいな。80いってるね。同盟できる。同盟しちゃおう。小田家。こっちは？80ある。OK。同盟しよう。同盟を出して、で、次は石田。とうとう石田なんだけど、上限だな。あ、いけるね。石田行っちゃおう。福島さんが2600。来月か。来月9月。攻めてくる可能性あるな、これ。行く前に、行こうか。やられる前に、ちょっと待って。開発やってねえわ。ここはいいか。攻めるつもりないしな。準剣場立てまくろか。準剣場立てまくろ。ここはね。ここだけ、宿場町。隣接してんのか。まあ、いっか。かしこまった。承知。開発そうだ。委任してもいいんだけどな。ここいらはちょっと3まで上げておこうかな。かしこまった。かしこまりました。ここは防波堤だからね。かしこまりました。ここはやっとかないと。ここも4にして、ここは届かんくらいや。じゃあやっとくか。やっとこ、ちゃんとやっとこ。よし、さっき宣戦布告しよう。石田、ちょっと待って、石田の同盟国って前が入ってないね。入ってない。よし、じゃあ宣戦布告。我らの力見るがよい。よし、でここ、これはもう勝てるね。もう間違いなく勝てる。ここは押さえて、ここは行かない。で、ここ狙っとっつってたから、ここも行かない。福島さん、大変性で、福島さん出てるか。水の茎。福島さん出てる。まだ来てないんか。そっか、編成したところ、まあ、いっか。やってもった。もう。操作いつも間違えるな。ちゃんと鳴ってる。元戻ったんだ。14,000。これだけあったらいけるだろう。後に続け。よし。で、対面は
兵糧回収やってみようか。皆の力合わせよう。これすんごい効果あんのかな、どうなんだろう。あんま使わないよね。で闇取引しとくか。皆の力合わせよう。で買い物取引を行いましょう。買っとこうか。かしこまりました、ありがとうございました。で鉄砲も買っとこう。仰せの通り。あら残念。我が妻やはり天下無二のものですね、うん、はい、平成で。上限違うところ行ってるんじゃないこれ。あ、それでも勝てるよね。オッケー、びっくりした。勝ちは許しません、やりません。この勝ちが明日を切り切ろう。オッケー、これ豊臣来られたらまずいな。あら断られちゃった。ご命令ください。え、断られたよね今。ちょっと待って、新鮮。ああ、やっぱ断られてる。あらら、うん、前田家とはできた。三法師さん頼むよ。で開発と。かしこまった。準検場。小人町。ここは鉄壁にしときたいな。かしこまりました。かしこまった。はっ。はっ。承知いたしました。はっはっ。うん、あ、しまった、闇取引してるんだったな。しまった。あ、戻ってきた。早いな、戻んの。おお、90日。出ないな。交渉が出たな。あ、出た。よし、やろう。始めよう。策がございます。よし、50、50、39。対面はいいか。これにて表情を終わる。一旦貯めるか。貯めよう。ゲチュー、さあ交渉いけるか。カモさんなら。上司はちょっと難しいか。ここは時間がた、そうやな。全面解放来い。あら、講和会場。ああ、無駄だった。残念。ああ、法医に変えた方がいいかな。いっか、強行行こう。よいしょ。で、闇取引してるから、今の間に行いましょう。兵糧。ありがとうございました。鉄砲取り計らいます。オッケー。さっきの対面は聞いてんのかな。聞いてるような感じないよね。まあ9月入ったってのもあるけど、
このまま落とせるかな。あ、来てる。やはり天下無二のものですね。何ぼだ、何ぼ。15,000で、上限が何ぼだったっけ。6,000。一旦変えるか。まさかこんなに時間かかるとはな。28日、7日、一旦帰ろうか。一旦帰ろう。しゃあない。兵力もっと必要やったか。商いを始めましょう。忠誠度はシーツばっかりな。いらん。ご命令ください。8点。ほっ。かしこまった。かしこまりました。はっ。承知。承知。はっ。ボールイボール。承知いたしました。一旦これでいいと。闇取引まであったな。もう一回行こう。もう一回行こう。あら、来ない？あ、来るね。12,000、さっき足りなかったから。うわ、だいぶ減るな。1000はいかん。2万で、2万でいこう。出陣します。あ、編成し、ちょっと待って、誰が来る。あ、しまったこれはいかん。騎乗、これはいかん、いかん、いかん。先に来ない、連れて行かない人たちを編成して、連れて行かない、で、部隊編成して、出陣します。揺るぎない。この志、決して砕きはしない。勝ち戦だ。オッケー。勝ち時を上げよう。さて、次は大垣かな。上限2万か。あ、こっちもいいな。こっちもいいな。上限すごいな。上限すごいな、これ。こっちだな。こっち。大垣かな。ガチでやりなんといかんな。ここで分断させんのもありか。分断するもんね、ここやったら。来るやろうな。でも一回行ってみようかな。表情を始めよう。はい、これにて表情を終わる。将
農業な。洪水だけやっとく。ご命令ください。買い占めは効いてんのかな。ほんまもうわ。徹底した闇取り。皆の力合わせよう。で、買い物、買い物。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。OK。さあ、行こう。来るかな？来ない。あ、28日。よしよしよし。来るか。あ、来てる。間に合うか。なんぼだ。18,000。あ、17,000か。約。で、何日？ 11 日。で、今は、12時。そうか。あ、交渉。ちょっと待って。あ、あら？いなくなった。あ、諦めたか。よしよし。オッケー。これで分断。これで分断したけど、豊臣家がここにいてるから、分断は、分断してるってことでもないんかな。オッケーオッケー。まあまあまあ。行きます。オッケー。さて、どうしようかな。このままでもいいけど、一旦、騎乗かな。そうだな。兵力が整っちゃったから、一旦騎乗か。騎乗しよう。使いの者が来たようです。お、交渉？ああ。やりよるな、愛しだ。しよっか。オッケー。すごいな、豊臣家。めっちゃ伸びてるな。飽きないよ、始めましょう。さて、あ。チーズ武将の忠誠。ご命令ください。さてさてさて、編成編成。かしこまりました。長島。かしこまりました。さあどうしようかな。ここ、ここ大事なところだな。ここは塩ビに生かすか。ここは塩ビに生かす。で、ここはどうしようか。奥さん、奥さん。竹の子。かしこまった。うん。で、変、あ、そうだ。上司上司。塩ビ任してたのは、ここだな。亀山を任しとったから、ここに奥を、奥さんを生かして、で、配備。織田家に。織田家。で、改造。あれ、いつの間にいた。福島やっつけた時いたっけ。全然見てなかったな。はい。うん、オッケー。で、開発か。で、ここに火事はいらないな。準備所だ。人権、
いけるかな。で、宿場町、茶屋町行くか。あ、こっちか。え？こうだね。かしこまりました。OK。で、あ、どっか置けんの？うん。宿場町とか置きたいね。ここは置ける？あ、置ける。で、茶屋町ここを置いて商人町。かしこまりました。で、巡検場。うん、さあ、20分も過ぎたところなんで、ここで終了、一旦終了します。それでは皆さん、ではでは。